に話していきたいと思います。で、慈運、楊さんの、楊さんは、大愛、慈济の、大愛、インターネットによる、テレビの、司会であり、で、私たちのデザインを担当してくださった皆さんです。で、また、一人を見えて、その人はあなただって言っていて、ずっと一緒に歩んでくれてありがとうございます。彼女は、この名ユンさん、今の司会者さんが、毎週毎週3時間のライブに、日々忙しくしていて、世界各国の皆さんと、つながるように資料や準備をして、すごい大きな挑戦なんですが、本当にそれは素敵な、活動でもあるので学びになりました。で、慈济で歩んでいる皆さん、私たちはお互い、励まし合い、お互い引っ張り合い、進んでいきましょう。慈济のためにも、この仏法を伝え、人材をつないでいくというようなことを、日々頑張っていきましょう。これは、もう一つ隣の文では、私が初めて聖子少女で、師父、上師父の、このオンライン読書会の話をしている時の頃でした。また、この、また話は変わりますが、今回のこの話、楊さんが、当時、大愛、ポッドキャスト、大愛では、そういう司会者さんが必要だったので、私はそれを担当することになって、で、私は自分の公務員のお仕事を辞めて、慈济で働くことを決めました。毎週台北とカレンで行き来して、10年になります。気づけば、慈济でも35年歩みました。本当にありがとうございます。で、これからは本を伝えていきたいと思います。で、これは当時の、当時の本を進めていく活動だったり、その頃はたくさんのメンバーが一緒に活動してくれました。で、台北でも本を伝えに行きました。之所以愿意前来，真的是给我们能量，因为他们的时间都非常的宝贵。好，所以我们站在台上分享的棒棒的节目。で、最後に、有没有看到我们的纪雅莹师姐跟胡玉龙？これは私たちの雅莹さんですね。この活動やこの場所を用意してくれて本当にありがとうございました。で、この動画も作ってくださって、
私は、大愛の慈運です。一つのことを成し遂げるには、心を決め、勇気をかけ、周りにも呼びかけなければいけません。で、あとは持続的に引き続き頑張らなければいけません。で、なので、こう、高尾の読書会も引き続き続いていることもすごく素敵だと思いました。で、10年、たくさん、その10年が、伊藤一緒に、その10年が次、一緒に歩んでいきたいと思います。慈運という方について見ていきましょう。楊さんですね。私たちは、こういうふうに説明していきましょうと。地域ではすごくまとめられていて、ボランティア、慈善活動、医療活動、教育活動、文化に関わる活動というふうに、地域の活動がありまして、私もともと公務員でして、でシャンゼンは、こういうふうなテレビ番組で司会者さんがいるので必要だったというふうになって言ってくれたので公務員を辞めて入りました。最初に入ってきてダーアイテレビの、ポッドキャストの方で参加しました。で1回、例えば週に3日間は収録、音の収録をして、音楽録音をして収録をして、それから少女に戻ったりしました。最初は紙で記録してたんですが、今はパソコンになっていて、最初全然パソコンとかできなかったんですが、ラジオですね。で、大愛ラジオのこういう、今、場面も出ているので、そうですね。で、また、私たちは、私はもう29年、やっていて、で、今はもっとこう、海外にも行く機会もあって、私は、シャンゼンの仏法を伝えていきたいと思います。ずっと、土の、活動をしていきたいと思います。で、また、もし、はい、これから、ヨウさんに来てもらいましょう。すごく、素敵なエネルギーも与えてくださって嬉しいですね。で、ずっと、通知でも活動をしていて、で、彼女は今でも、いろんなところでも参加していて、隣にいる夫婦2人も、上海で活動をしていたり、台湾に来たときは高雄にいたり、ヨーロッパにいたときにイギリスにいたり。なので、こうやって会えて嬉しいですね。で、せっかく、楊さんが、話をしてくれるということなので、皆さんここに来てくださいました。それからは彼女の話を聞いて、で、よく、彼女がこんなにもたくさんの話を例えば、ラジオで話してきたら、被るんじゃないかって思うかもしれないんですが、そんなこともなく、土ではたくさんの出来事が、年々あるので、心配なく、では早速話してもらいたいと思います。皆さん、こんにちは。まず最初に、先生や主任の皆さん、先生の日おめでとうございます。
でこういうふうな機会をいただき本当にありがとうございます。本当に、メイユン先生は、活発で活躍している方で、今日は、この愛が、世の中に満ちるようにっていう、番組、ラジオ番組を伝えていきたいと思います。で私は1996年にこの、新聞の番組で通知世界というふうっていう 番組が出てて、で2001年、あ、チャンネルですね。っていうチャンネルで通知世界という番組が放送されて、2001年の時はその番組からは、聖司の、朝の言葉というふうに変えられて、2005年では、愛が、世の中に満ちるようにという名前に変えられて、今まで、27年、にわたります。で、本当、皆さんがこういうふうに聞いてくださることによって、私たちも続けられているので、本当に感謝しています。で、愛というのは、世の中では一番いい、お薬でもあるんだというふうに信じていて、で、愛というのは、人々からそれを、それが、人から出るように、隣で、支え、で、どんどんその愛が皆さんから出るというふうに考えています。で、私たちがテレビ、こういう番組を作っていく中では、世の中に、善を、影響があるように、していて、また、という内容が込められているように、気にかけているんです。で、この、大愛テレビの、大愛のラジオの中の30年っていうことなので、通知の歴史、の中でも1990年代が一番重要な、一つ重要な、ターニングポイントでした。その後、私たちは、慈善活動から始まり、それから、人々とより深く関わる、その心をより善の方向に持っていけるように、歩んできました。で、4つを話していきたいんですが、1つ目は、大愛ラジオと、牢獄に関する、話なんですが、やはり牢獄の中にいる方々って、外には出られなくて、そこから、それから通知の、刑務所の中に、いる方々って、あまり外に出られないので、例えば、ラジオを聞いてもらったりすることにしようと思い、最初は、ガンさんと一緒に行って、で、入るときに、例えばその、刑務所に入るときは、外に逃げ出さないよう に逃げ出されないようにすぐにドアを閉めなきゃいけないとかっていう場面を見たときは驚きました。で、桃園台湾の北部にある刑務所では午後の6時10分から7時の間通知の番組を刑務所全体で放送されるようになりました。で、また2007年の4月にこの台北の、ところで、
朝晩でラジオを放送するようにしていました。リューチバーですね。で、それは当時始めたばっかりの頃の写真です。で、また、私たちは、自分たちが放送していくだけではなく、人々をトレーニングするようにも心をかけてました。で、どういうふうに番組を作っていくかとかも考えてました。これは、リーダーっていうラジオなんですが、で、大愛ラジオも同じ、同じリーダーっていう、立つっていう漢字に、徳っていう文字なので、同じ名前で同じ道なんですが、縁がありますね。この民国96年の頃に作られて、で、それからこの台北の留置所で、が愛の放送されるように始めました。これから、母の日なので、皆さん母や家族に、言葉を伝えるように、自分の愛を伝えるようにしてください。で、またこの社会の皆さんに、誘い、皆さんでこのラジオを見届けました。で、感謝状を伝えるだけではなく、渡すだけではなく、こうさまざまな、障害や体の不自由な方にも、の音楽家にも演奏していただきました。で、本当にラジオで、このラジオが5年歩んだ時に、こう本を出したんですね。で、今30年まで歩んできたので、なので、これから本を、みんなで作っていく最中なんですが、頑張っていきたいと思います。また、この鍵4番の方は、同じく台湾の南部になるんですが、チアイーというところで、そこの刑務所で、刑務所の中の、若者、青年が自分たちの持っている、であったり、を寄付したり、で、たくさん通知にも手紙を届けました。で、よく刑務所から、サウナは一度、なんでそれが、刑務所からなのか分かるのかって聞いたときに、この刑務所からの手紙の上ですと、反抗をされるんです。それから私たちは2012年の5月の母の日の時に、この刑務所、台湾の南部のチャイというところの刑務所に行って活動を行いました。で、この文字、こう書道で書かれているんですが、このような善のことは、世界に回るように、この大きなる慈悲の心や、またそれが世界に渡るように。で、これは2018年出版された本ですね。で、私は、20年近く、
就给我写的这一篇叫做《空中引渡人》。我觉得这个标题呢写的相当的好。でこのこの本に関わるトピックも題もすごくよく書いてくれて、でこの手紙になるんですが、こう土の話を聞くようになって、タバコもやめて5年になって、ベジタリアンも4年続けてきているって言われって言ってくださった。でこのコウさんは一度、彼が昔刑務所の頃から、で、一回活動で話をしてくれた機会があって、それから彼が、あ、実は昔刑務所にいた頃、土の手紙を、に手紙を出したりとか、あとはこう土のラジオをずっと聞いていたというふうっていうことを知りました。で私は彼に、よく彼らが例えば台湾の異なる場所の刑務所にいた方であれば、その現地の通知のメンバーにお願いをして、連絡をするようにお願いしていました。でこのコウさんは刑務所にいたんですが、それが終え、今ではそれを終え、今では土のメンバーになってくれました。でこうその頃フィリピンでは災害が起きていたので、彼はすごい心を込めて、書道を書いてくださりました。でこの写真の夫婦の方は、で彼は毎回証言法師様の話や仏法を聞くときは、まるで自分に話しかけてくれているように、思って、でその一句一句がすごく一句一句にすごく感動して、でまたでこれは王さんですが、彼は、刑務所に9年間いて、で彼はその中で、大愛ラジオを聞いてノートを取り、2002年に、出て、2004年には、受賞しているので、それはこの方とこの方の、お母さんなんですが、彼は1989年に20歳だった彼は、そういうがんを持って、こうそういう犯罪を起こしたんですが、その中でも刑務所に入ってからは父の、ラジオを聞く機会が増え、でそれから彼はいつも真剣に聞いていました。である日一回彼は、一回ボランティアの方が話をしていた時に、彼がすごい遠いところからずっと真剣に聞いてくれてるのを見て、この行動がもう一人のボランティアの方が気づいて、彼に中でよかったら座ってくださいって聞いたら、どこから来たんですかって聞いた時に、彼は、あ、今流しているシェア、今彼女が
スチーので、ラジオの方なんですね。私は台南の刑務所から出てるんですが、スチーに参加したいんですって言って、そしたら、このボランティアの方は私を少年保護司様に、三人にの前で、前に連れてってくれました。私は、私の心の中で、どの善が出るように、なんか心の中で悪を感じないようにしないと、で今のあなたを見てもう昔のような殺気もなくていいですね、もう懺悔ですね、感謝の心を持ち、ですごく不思議と思うんですが、100円の円で私は通知と縁を結んで私の一生、私の人生を変えてくれました。今の私は自分に、もっと、慈悲なる心を、もっと持てるように願っています。知恵なる心を持つように、いいことをして、良い話をしていきたいと思います。で今の彼は昔とは全然異なりますね。で、一回私は話を聞くときに、この彼がちょうど刑務所から出たばっかりの頃にこの話を私は聞いたんです。で、その時に私はその通知の方にしっかり彼を数字で歩めるようにつなげてあげてくださいって言いました。2個目は、愛があるから、こそこういう恨みのようなものも、解決できていくんです。でこれは D さんなんですが、彼のお父さんはすごいロマンチックな方っていうか、人をすごく信じてしまう人で、なので、会社の財務を全部おじさんに任せてたんですが、そしたらおじさんは財産を全部、取って逃げていって、たくさんの、財務を残したです。でお父さんは、崩れ落ちて、亡くなってしまいました。で李さんはその頃14歳で、ずっと復讐をしようと、決めて、そしたら30年後におじさんの子供から電話が来て、おじさんはすごい罪悪感を感じて狂ったそうです。おじさんの日記では、あなたが私の彼女を奪ったなら私はあなたの財産を奪うっていうふうに言って、李さんの、2人目のお母さんはおじさんの彼女だったんだというふうに、で30年の恨みはこれで一段落落ち、30年のこの恨みは自分をこんなにも苦しめ、私は何を得たのかって考えたときに、自分の持っている土地やそのお父さんとおじさんでも持っていた財産を自他の子供にも渡しました。で2022年の3月に通知大学では体の解剖の活動が始まって、で、また次に愛に、今日は愛について話しているんですが、愛の込めた医療にも、伝えていきたくて、この写真は、無量義教のお経の、本なんですが、最近はこのお経の、パフォーマンスもあるので、
紹介していきたいと思います。ね、また2003年で、起きていたこのフィリピンの体のつながっている子ども、赤ちゃんの手術が2003年に行われていたんですが、彼女たちは土で手術されることによって、2人は独立することができて、でこの肝臓もつながっていたので、この肝臓も分かれ、2人の子供は安全に平安に、育ちました。私は皆さんに誓います。私はベジタリアンになります。かわいい彼女たちは元気になりました。これは証言星様と一緒に、いる時の動画です。あなたもあなたの旦那さんもマニラに来るように、でもし大人になって一緒に勉強するのも便利ですし、双子は今高校卒業して大学に進むようにいるんです。2人は、サウナにすごく感謝して、通知にも感謝して、でお母さんマリタさんは本当通知に感謝して、で通知があるからこそ彼女もこうやって乗り越えることができたというふうに言っています。で通知の医療の歴史もここまで歩むことができたんです。でもう一人は、この本は287ページなんですが、脊髄がすごくひどく、曲がっていたんですが、土の補助金を持って、土のユースにでもいて、そこでボランティアをしているんです。で私はすごく感謝しています。土のメンバーの皆さんは、皆さんも私を助けてくれたボランティアの皆さんにも感謝したいです。4年前、彼女はすごくひどく脊髄が曲がっていました。で2017年の秋に土で手術をして、新たな人生をもらいましたね。で今はボランティアの服を、土ユースの服を着て、土は私の人生における重要な一つです。私たちは土は私に医療を受ける機会を与えてくれただけではなく、学校に行く機会も与えてくださったんです。すごく感動しますね。昔と全然違いますね。なのでこの本当に愛の力だなって思います。これは、タイの、タイの難民村に行った時の写真なんですが、当時は、6歳だったんですが、今でも土にいるんです。今日は、刑務所についての話であったり、医療の話であったり、
で、こういうふうな愛があるからこそ、恨みであったり、あとは痛みであったりを、解決していけて、それが土は、善への入り口なんだっていうふうに思います。で、また、私たちは愛を持って社会を変えていくような行動も取っていかなければいけないというふうに考えています。また、ツーチーの、雑誌、ツーチーの冊子もあるんですが、毎月あるので、一人、一善、一つの愛を持って、その人々の善を持って、それが、平安や災難を防げることにもつながると思います。ありがとうございました。彼女にも話してもらいたいと思います。彼女は、明君さんを、ここに進めてきたんです。彼女は、やはり自分は来たばっかりということもあるので、緊張してたんですが、彼女は、これから、楊さんの生徒になるんですが、彼女が、もしこれから、もう皆さんの、こう話す皆さんがこうやって話せるのが上手であるのはやはり楊、さんがいるおかげだというふうに思うんです。でちょうど彼女はツーユンですね。で、この通訳をしている方の皆さんも、このヨウさんが大好きなんだというふうに思います。私たちは、皆さんでできることは異なるので、まあ、私はきっとこの楊さんのように、話すのがこんなにも上手になることはもしかしたらそこないかもしれないんですが、でもそれでも彼女を見習って勉強していきたいと思いますね。で、今日は彼女がお休みをして、今日は来れて本当に、嬉しく思いますし、で、こういうふうに皆さんに伝える時の授業とかは本当に あなた方二人は本当に話すのが上手なので、先生は本当素人の皆さんにも、こういうふうに、話すのが上手くなれるように訓練をしてくださるんです。で、しっかり慈悲の活動を伝えていって、はい、ありがとうございました。
来回高铁，然后呢，同时为三组的讲师来做赞香。こうやって一日中、こうやって話をしてくださって。でこういうふうに素敵な会があってよかったです。カナダの方からですが、あったかい話や、話をしてくださってありがとうございます。ずっと初心を持てるように頑張っていきたいと思います。ずっと数十年を、毎日同じく頑張ってきたように、それがたくさんの人々にもその愛が届けられたでしょう。ヨウさんはきっと、ずっと必死に歩んできたんですね。感動、皆さんが感動するようなエピソードを用意してくださってありがとうございました。で、皆さん拍手をお願いします。ヨウさんは愛が、広く、こういうふうに愛が満ちるという番組があるおかげで、私たちもずっと、商人様の仏法を聞けるようになったと思います。毎回ヨウさんの話を聞くときにすごく感動するんです。きっと仏法を刑務所の方々にも届けられたことだと思います。とはメイジュンさんへ、大愛ドラマを大愛ドラマをたくさんタイ語に訳したり、たくさん訳したりしていました。メイジュンさんに、感謝しています。先ほどメイジュンさんにも話をしてたんですけれど、彼女は寄付をしたいって言ってくれたので、今日来てから寄付をすればいいと思います。でまた、ヨウさんに30年間歩んでくださってありがとうございます。たくさんの人にも通知っていう大きな家族に入ってもらえるように入ってもらいたいと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。最後に大愛のポッドキャストなんですが、ポッドキャストを通して皆さんに通知の話を伝えていきたいと思います。